福井県南部の若沢沿岸の地域を指す。江戸時代末期のオバマ藩の領地にほぼ該当する。リアス式海岸が特徴的である。霊北、福井県北部との境は山中峠、木の目峠、土地の木峠の両線である。みぬという古称は現在の福井県が設置された1881年に北陸道の南所である。 木の目峠より南側を綺麗遺南と呼び始めたことに由来する。地理的には若狭湾岸に位置しており、観光ガイドなどで北近畿に含まれることもある。また鶴ヶから舞鶴、舞原、京都、金沢の各方面へ鉄道や道路が分岐しており、交通の要衝でもある。歴史的に、機内から北陸道の入り口として機能したほか、若狭湾の港は、 古くから、機内の外交として機能し、京や大見、丹後との交流が盛んであった。明治初期に、鶴ヶ県の名で1年ほど、独立県が置かれた後、現在の福井県全域が、鶴ヶ県に統合された3年半ほどの期間を経て、1876年から約4年半の間、峰南地方全域が、滋賀県に含まれていた。その後、 再度分割統合が行われて、ミネ・ミナミ地方を含む、現在の福井県が成立している。その影響もあって、ミネ・ミナミ地方で話されている方言は、近畿方言に分類され、マイズル弁や大見弁などに近い。またミネ・ミナミ地域には、原子力発電所が多く立ち並ぶため、原発銀座として有名な地域であるほか、北陸三県で唯一、 関西電力の営業地域となっている。以下の西三軍四町からなる。この地域を表す名称として、峰南の他に若狭という名称が用いられることも、ある。鶴賀市は、両政国では、北陸道の入り口として、越前国に属しているが、若狭湾に面する、地理的な位置や、江戸時代には、若狭境家の統治するオバマ藩の領地、残りが、 オバマ藩の師藩である、鶴ヶ藩の領地であった歴史的背景から、便宜的にミネ南を、若さという名称で扱われることがままある。一方で、1942年の地方間管制、改正による、地方事務所の区分でも見られる、鶴ヶ市と三方軍の霊南東部を、二州、尾乳軍と大井軍の霊南西部を、若さと表示される例もある。 ただし、若さに比べて、二州の名称はあまり一般的ではない。いわゆる、平成の大合併において、八市町村を一つにする、峰南一市,市構想が持ち上がったが、意見が集約できず、結局は、若狭町と多い町の発足に止まっている。市町村制施行以降の遠隔若狭湾に沿岸は、地形が入り組んだリアス式海岸が続き、平野が凶章であるため、 古くから港を中心にして発展してきた。なら、平安時代から、機内の外交として機能し、牧海国からの施設が寄港し、宿泊する松原客館が置かれたほか、江戸時代には、出羽国や加賀国から、京や大阪へ物資を運ぶ、北前船の寄港地となり、サバ街道を通して京や大海との交流が盛んで、現在でも京都府、滋賀県ともつながりが深い地域である。 また、風光明媚な海岸として、福井県内は、もとより、県外から、若沢にへ、海水浴に訪れるものも多く見られる。また、この地域は、琵琶湖の北の日本海岸に位置する。金本義継、徳岡和幸によって提案された、都市圏細かい定義等は、都市雇用圏に即する。一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照のこと。 大井軍は若狭国の西側に位置することから若西と呼ばれ、味方軍は同じ理由から若東と呼ばれた。また、お乳軍は若狭国の中央に位置することから中軍と呼ばれたが、後に細分化した上中、下中と呼び分けられた。ありがとうございます。